はい、どうも、パティマス協会でございます。というわけで、前回天狗を倒して、ちょっこし強くなったかもしれない、ジンですけども、今回は、あそこ見えますね。おじいちゃん。はい、こちらですね。石川さん。この人ですね。キズトカコットっていう、石川先生の弟子であったトモエは、猛虎に寝返り、日吉で、猛虎の弓、点点点と。なんか書いてますね。まあ、とりあえずそれです。行きましょう。弟子に裏切られたおっさんですね。はい、酒井ですけども。酒井でございます。巴の消息は？日吉の湯の内と外で人が居殺されたそうだ。おかげで村の往来はすっかり減ってしまった。巴の仕業だと。適切な場に弓取りを置けば、村の孤立などたやすい。先生が長尾家でお使いになられた平日ですね。巴は覚えが早いな。いかにも、まるであなたの分身です。ならばそれを逆手に取ってやるぞ。はい。じゃあ、浮世草なんですけども、おじいちゃんネタなんでやっていきたいと思います。巴さんはわんぱくしてますね。来い。こう言ってしまった。で、まあ、とりあえず、とりあえず、防具は弱いので行きましょう。多分大丈夫です。これね、旅人の消毒で行きたいと思います。はい。まあ、こう、戦闘には向かないんですけど、まあ、当たらなければなんてことはね。おのれをともえと思え。おのれをともえと思え。なんか落ちてる。日吉の人の出入りを掌握するのであれば、うん、どこに兵を置く。はい。おじいちゃん邪魔。まだ調べろと。はい。村の入り口を兵で固めてはいかがでしょう。もはや街道に人はおらぬぞ。兵を置くだけ無駄だろう。ほうほう。宿の後ろの道に。いいな。隠れ場もなければ見通しも悪い。いいな。わずかな人数で村全体を制すのだぞ。すげえな。全部否定されてるわ。浜への道は数人で足ります。さよう。さよう。さようですか。村の橋を見張る者がいるでしょう。いかにも。いかにも。よしよし、褒めてもらえた。村の南の道は上り坂、弓を射るには最適かと。筋がいいではないか。やった、褒められた。見込みがあるな。ありがとう。参るぞ。まあ、じゃあ褒めてもらったとこ3箇所やるということですね。行きましょう。よし、まずあっち側からかな。よし、はい、降りていこう。まあ、そんなに難しいというようなやつではないと思いますので、サクッとやっていきたいと思います。ほいほいと。ここか。はい。おじいちゃん大丈夫？降りてこれんの？回ってくんのかな。あれ、おじいちゃんは？あ、来た。早っ。おじいちゃん早いな。じゃあ、馬行こう。よし。お、おじいちゃんの馬も来た。じゃあ、行くで。まずは風を頼りに、向かっていきましょう。あっちの方か。走れ！海辺の道へと向かえ。はい。じゃあ、向かいましょう。おお。危なそうなところじゃ。落ちるぞ。出したら。巴には他に何を。余さず教えた。長尾家を去った言われさえも。そろそろだ。さてやるぞ。そろそろ用心しろと。ちょっと話聞けへんかった。ちゃんと聞きたかったな。巴には他に何を。はい、戻しました。余さず教えた。長尾家を去った言われさえも。伝えてやったぞ。温泉に浸かるため身を引いたのだとな。なぜ弟子を取られた。なれど弟子は取った。しばらく後にな。何故です。弓を置くことは
わしにとって死と同義。まだ死ぬつもりはない。指南役を捨てたことに後悔は。弓の腕を鍛えるほど己も鍛えられ、武士の本懐とは己に勝つことのみ。後悔などないぞ。そろそろだ、用心しろ。よしよし、まあ、そろそろだよ。めちゃめちゃ遠いけどね、まだね。まだ一本も覚えてないけど。猛虎兵を見つける。あ、やべ、そろそろやった。ほんまにほんまにそろそろやった。隠れよう。というわけで、罪なき者は柱の方にいますね。人殺しを三途の川に送ってやるとするか。そうするか。というわけで、あそこにね、蜂の巣があるんですよ、上の方に。あれちょっととりあえず寝っちゃいましょうか。あ、いい弓も使えるからね。ゴーヤ、これゴーヤ使ってない。いや、ゴーヤ、長い弓じゃなくていいよ、別に。これぐらい。蜂でもね、結構死んでくれるの。あ、大したことなかったな。大して死んでくれてないな。長い弓使おうか。おじいちゃん手伝ってくれんのかな。あそこ集まってもてかない人じゃよかったな。あ、吹いてるわ。外した。おバカちゃん、外すか。あれ、まあ、とりあえずここに隠れたらわからないと思うんで、強い矢でやるか。OK、あ、死んでない。危ねえ危ねえ危ねえ、バレかけた。これ全部やれんじゃねえの、こいつ。外してるやん、思いっきり。全然気づかれねえけど、全然気づかれてないけど、バカでよかった。死んだ。あ、これでいけそうだね。めっちゃ喋ってる。弓矢をね、無駄にしちゃってっから俺、だいぶよく狙っていこう。ウェー言うてっけど、アホやな。オッケー、はい。危ねえ危ねえ。サムライはこっちだ。春王ではないけどね。あんまうろちょろしてるやつは俺絶対外すから。こういうこういう動いてないっていうのは。あ、動いてるわ。やったら気づいてねえな。闇討ちだな、完全なる。あ、危ねえ危ねえ危ねえ。ここだ、ここにいないとダメだ。ちょっと上ぐらいでね。よしよしよし、回復できるようになった。ヘッドショット狙うともっと回復できんやけどな。さあさあ来てください。長弓使おうか、どうせなら。引くのに時間かかるって言ってたんやけど、ダメだ、出てこねえじゃねえかよ。警戒してやがるわ。戻ってくんねえかな。蜂の巣の使い方を失敗したな、完全に。こっから殺したい。おじいちゃん、ちょっと撃てや。変にやられるとやばいかもしんねえな。まあいいかも、攻めるか。暗殺していこう。意味などに頼る必要などないわ。あ、馬が倒れてる。いい、何もねえな。あと3人でしょ。普通に行きゃいいんじゃねえの。一騎打ちじゃ。誰が相手だ。3人は終わったろ、これで。拙者の相手は誰だ。さあ、あれ、おりて。はいはい、よいしょ。一丁。いいね、回復量もいい。よいしょ。せやさ。簡単に終わった。おじいちゃん終わったよ、多分。終わったんじゃね。まだいる。あ、そこまだ一人いるわ。よし、物資取れてる。後ろから暗殺してやるか。バレテラ。はい、バレテラ、バレテラ。トモエはおりません。進むか。ちょっと待って、これあれも変えよう。でもこれで来ないでいいわ。早く。よし、今いるね。おじいちゃんいた。次どこだ。次どこ行けばいいんだ。
次の行き先は反対やないけ。こっちか。で行きましょうか。距離あんのかな。あーまあまあ距離あるな。こっから行こうか。あ、置いて、中も置いていくことなの？マジかよ。おじいちゃん置いていくことなのや。さすがにおじいちゃん置いていけねえな。なかったことにされてたもんな。へいや。さあ、次の場所に向かいましょう。罪なき者まで殺めて。本当だよ。お前は島民としての誇りまで捨てたのか。猛虎があやつに約束したのは、権力、島民、地位。ここでは得られぬものだ。己の執事を疎んじておったということか。優しさは身を滅ぼすぞ。優しい、情けかけない、情けをかけないと思います。混乱を招く者を許すことはできません。お主も招いておるぞ。敵にのみ、島中に武士は自制を持たねばならぬ。ほうほうほう。自制なくばただの人殺しよ。なれど敵を殺さぬ限り戦は終わりません。巴も同じことを言ったな。あら、言われちゃってるね。相変わらずおじいちゃんには刀なしだわ。ああ言えばこう言い返されるから。そろそろ出てくるかな。あ、マークついてる。あぶね。おい、ちょ、急に戦うのやめて。あ、やつこいるやん。ザ敵、ザ敵、よし、オッケー、強え。いらねえだ、行っちゃえばいいんやよ、この。これ、これってよ。考察が当たんないでしょ。岩陰で。おじいちゃん、やってくれ。高いところのやつやってくれ。よし、いいぞ。やれ、やれ、おじい。や、よし、うめえ。うめえじゃねえかよ、おじいちゃん。蛇の住処もあと一つ。都会。はい。いや、言ってますけど、ちょっと取らせてやれ。武士的なやつを。いかにして弟子に。父親の粗末な夢だけ持って道場に現れ、帰ろうとしなくてな。追い返そうとはしたぞ。だが次から次へと的に矢を当てようと。ほうほう。まったく度肝を抜かされた。優秀やったやな。鍛えていたのでしょう。構えは不格好。あれでは戦に向かぬ。だが矢を外すことをためらわ。度胸だけは。天賦の才か。殺しの才だ。殺しの際だ。気づくのが遅すぎたかな。本当だよ。よし、じゃあ次は？あ、もうまだ近いやん。ここまで行くか。よし、行くぞ、ソロ。さあ、雑魚ばっかかな。さあ、どこだ、どこだ？もう100メートル。危ね、隠れよ。危ね、危ね、隠れよ。見つかりたくねえわ。中意味になってるね。ちょ、スコープとかないんかな。死んだ？よしよしよし。気づかれてはおらぬわ。あ、そうだ、蜂の巣どっかにあんね。あぶねあぶね。あの蜂の巣どこなんやろ。どっかが 見に行けへんかな。蜂の巣使いて、あんなに人固まってんだったら。望遠鏡みたいに持ってないの、お前。大丈夫か。降りてくるやつはええわ。あ、降りやん。はい。はい。早くや、早くやれ。あ、ちょ、見えねえ、草っ陰で。草っ陰で見えなかった。はい。草っ陰で見えなかったわ。おい、いいよ。おい、おじいけ。俺じゃねえのか、狙っての。行っちゃおう、行っちゃおう。さっさと行っちゃおう。あ、もうバレてるやついなくなった？なんだよ、すぐバレなくなんねえ。どこに蜂いた？蜂使いたいのに。敵はそちらか。蜂いなかったんかな、じゃあ。
蜂いなかったな。葉っぱが落ちてただけか。なんだ。なんてことはなかった。闇討ちじゃ。やつらあそこで死んだらしょるな。矢をよこせ。意外に鈍感なのね、こいつら。ほんと。はい、はい、オッケー。どこ？あ、ちょちょ。はい、いいよ。あれ？あれ？なんで？なんでかわせなかったの？まあ、かわしはしてあげたけど、弾いてくれなかったな。早々には弾いてくんねえんだな。終わった？終わったんやろ？まだいんの？あれだ、プチューン言ってる。プチューン言ってる。どこでプチューン言ってるの？どこだよ？どこだよ、敵。あ、上にまだいるやん。おじいちゃん何やってんだよ。もうあの一人がやってくれよ。いや、もう笛吹いてる場合じゃないと思うよ、お前。はい。あ、蜂の巣そこにあった。え、まだ終わってないの？まだいいの？終わったでしょ。石川宇治。石川宇治はどこにおるんだい？え、まだ続いてんの？え、まだどこにいんの？え、まだいる？あ、下にいるわ。あれ、おじいちゃんじゃねえの？あれ。ああ。暗殺できん、ボス的なやつか。じゃあ、やるか。暗殺できねえな。よし。いざ参らん。さあ、来い。いいよ。なんだよ、それ。はい、いいよ。あればいい。じゃ、気になって。あっ、それか。赤いやつやめろ。普通飲んでこい。逃げんのかよ。はい。あっ、あっ、え、すげえやん。早いじゃない。早いじゃない？なんだよそれ。はい。いいよ。あっ、それ！あ、危ねえ危ねえ。危ねえそれ。ずるいぞ、お前。その場でずるいぞ。どうせまだ赤でしょ、近づいたら。よいしょ。キック決めたった。石川はいるか？行くでいいやな。己、何をだ？ああ、ことづてがある。申せ。石川。日吉の民はすべて命を乞うことになる。ほう。長尾広則に撃たれた者のこと。黙れ。あら、すぐ殺したやん。長尾に撃たれたって。長尾広則、賊に殺されたはずでは。昔の話だ。優れた隠し取り聞きます。弟子だったのですか。いや、すべて巴のデタラメだ。すべてではないでしょう。一心暗鬼にさせるための策だ。日吉を守れるのは。わしら二人しかおらんからな。隠しとるな。ならば信じましょう。うん。村の守りを練らねばならん。手はずが整ったら道場に来い。はい。隠しとるぞ、じじい。なんか。長尾はやられてないんじゃない？生きてんのかな？よし、いい子だ。いい子だ、いい子だ。傷と過去と。じゃ、もう一丁行っちゃおうか、このまま。よし。精密の子、飛び道具の子。まあ、いいか。うん。はい。じゃあ、もう一回おじいちゃん、道場どこ行ったと？このおじいちゃんと行こうか。移動できませんやって。まだ行きひんってこと？これ出てっから、こういうのが。よし、じゃあ行くか。もういいだろ。もう行かせてくれ、おじいちゃんとこ。よし。近く、どっか飛ばしてくれへんわ。石川道場どこだよ。石川道場が、そう。よし、行こうぜ。もうこのままおじいちゃん、二連ちゃんだ。なんか怪しいぞ。あのおじい。石川さんどこ行きました？おじいちゃんどこや？おった。堺ですけども。堺。はい。堺です。指と道と。手遅れになる前に日吉の家を巴から救うぞ。
なぜ日吉に固執するのでしょう。本当だ、あれはわしの故郷。そうだ、滅ぼすことで力を示したいのだ。そっか、恥を知らぬな。なれと地の利は我らに、軍勢だろうが退けられましょう。または村を猛虎にくれてやる。はあ、巴は勝利に酔いしれ、用心を忘れる。バカなの、その武士。それでも村を犠牲にするとおっしゃるのですか。その価値はあるであろう。それでは巴と同じです。言い返した。前は巴と同じって言われたから。確かにな。巴は北から来る。そちらに注力しよう。これより高台に行き、矢を置き。酒井、聞こえたか。パタパタ言ったね。一夜めっちゃ飛んでるやん。一夜一冊行け。やれおじい、撃てや。一夜一冊はどうてや、お前。あれ、一夜一冊撃てや、お前。フライ。あ、大したないか。よいしょ。むちゃくちゃいる。むちゃくちゃ戦いがしてる。見えねえ。おじい、お前、一夜一冊じゃねえのかよ。お前、一夜一冊じゃねえのかよ。やれや、ちょっとぐらい。一夜一冊だろ。やれっておじいちゃん。ちょっと役立てって。はい、キック。何やってんだよお前。一夜一冊じゃねえのかよおじい。あやつめ、やはり打ち手を放ってきよったか。お前全然協力的じゃねえなおじいちゃん。一夜一冊言って売ってたんかな。ちょっとぐらい痛い目に遭った俺が。本当に困っちゃう。この弱い防具で来てんだから。私は我らを狙うにしては数が少ない。あるいは時を稼いでおるのか。日吉の湯が襲われている。行くっきゃないとや。石川の後へ。はい、行くぞ。行ってるよもう。仕事しろやじじい。お前言ってばかりだと。お主が巴を殺してくれ。なんでやねん。猛虎を倒すことが先決です。あやつの望みは権力と領地だけではない。武士の誇りまで傷つけておる。巴の処罰は先生の務め、私の使命ではありません。お主まで死ねばわしの技はついえてしまう。先生の技は私が守ります。巴はどこを狙う。村の裏手の滝の近く。あそこは手薄だ。猛虎より先につけば備えもできましょうが、果たして。難しいであろう。難しいんか。諦めが早いな。おじい、いいんじゃね。いるじゃない。違うか、なんか馬がわたわたしてる。お主ら、ここへ。どうした、お主ら。いかがなさいました。いや、こちらのセリフや。猛虎が日吉に向かっておる。皆を宿に集めて隠れておれ。敵はわしらが。はい、そのように。あ、おじいちゃんも一緒のこのさややだね。ちょっと古いけど。ここは見晴らしが良い。ハサミ打ちの心配もなさそうだ。急がねば。何を。地の利をどう生かす。めちゃめちゃ矢あるやん。何もないか。ありものを使うまで、はい、まるで痛手を与えられるやも。そうか。蜂の巣か。足止めになるな。ほうほう。草むらに猛虎を誘い込むか。火の矢は持っておるか。火の矢を持て。わしらまで燃やすでないぞ。ちょうだいじゃ。火の矢をもらった。半弓でしようかの。ならば下がっていてください。備えろ、猛虎が来るぞ。火の矢、はい。奴らです。よし、わしの休術を解くと見るがいい。ほんまかよ、ちょっとぐらい見せてくれよ。それじゃあどこにでもこう降りてくるぞ。あいつらも火打ってるぞ。一夜一冊で参る。飛んできてるの大丈夫。どこにいんだよあいつら。あ、ここ。あ、一人いるやん。キックよいしょ。いいよ、矢なんて使わなかったって。はい、
ドロップキック、外した。あ、マジか、外した。外すか、こっちの方がチーズみたい。あんなよくわからん話題で。あぶねえ、来るぞ。おじいこっちやって。あ、じゃあお前も戦ってた。ほい、来ない。はい、強え。ウェイ、爆弾ってどこにあったんだ。ああ、ナイスめ。よいしょ。はい、死ぬ。あ、ここに爆弾あるやん。ごっしょキック、外した。痛い。いや、リアルじゃない、おじいちゃんがやったか知らんけど。キック、痛い。よいしょ、はい、勝負。はい、あの嫌なやつ邪魔だな。はい、俺か。え、だ、お前いたの。はい、やめて。はい、やめろ。はい、はい、見えねえって、見えねえ。さっきな、あ、じゃ、よいしょ。お前どこだよ。援軍が、援軍来てんの。あ、いた。あっち行った。ずるいぞ。じゃいっぱい撃ってるやん。お前ら邪魔、矢が来る。はい、やめろ。危ねって。あ、だ見えねえ。指が邪魔だな、ほんと。指どこ行った、戻れって。よいしょー。あー、ちゃかわせなかった。よいしょ、はい、そんやりゃ勝てんだよ、お前なんか。ちょ、はい、弓が邪魔なんだよ。どこにいんだよ、五将は。いるか、もういねえか。はい、はい、勝負。あ、外した。むずいぞ、矢をうまく使うの。よいしょ、はい、これの方がいいわ。普通に行こう。キックとかしたすぎてやばすぎ。爆発してねえじゃねえかよ、全然。矢ってどうやって変えんの。矢の変え方がわかんねえ。痛い。あ、ちょ、やめろ。パーティー、矢の変え方がわかんねえ。これか。あ、痛い。あ、痛い、やめろ、死んじゃう。何してんだよ、俺。あ、危ない、ちょっと引こう。邪魔だよ、あいつら、ほんと。こっちが先だよ。あっ、あした、爆発しなかった。うー、爆弾使いたい症候群だわ。出る？よし、オッケー。へい、これがやりたかったんだよ、俺は。もうお前だけだぞ、どうせ。もうお前だけだろ、あと二人か。よいしょ、はい、グーショッ、はい、じゃん。ラープ OK、 やめろ、お前危なかったわ。遊びすぎた、ちょっと。あ、おじいちゃんまだ頑張ってんね。よいしょ。いいかい、終わったな。ひとまずはすまねえな。ちょっと遊びすぎちゃったな。めっちゃ矢落ちてるやん。回復しとこ。もう爆弾使いたすぎ。強化可能やって、弓が。もう取れない。
あ、まあいいや。じゃあいいよいいよ。いいよいいよ。はい、おじいちゃんどうぞ。来よったな。来た？あれがトモエ。あれトモエなんや。長尾の旗を燃やしとる。捕らえましょう。今からでは間に合わぬわ。あのわーわー以前はトモエかじゃ。弓持っとんな。腰抜け目。いや、馬鹿にしておるのだ。トモエの前の弟子が長尾博則だと知っておるのだ。あ、いいよったついに。弟子ではないと聞きました。どちらです。弟子じゃ。かつてのわしは若く、傲慢で無情だった。今もあんま変わんねえぞ。博則はその姿を真似て兵を率いて謀反を起こした。また裏切られたんかお前。長尾家の精鋭を道連れにしよった。ああ。賊と戦った末死んだのではないのですね。それは長尾家を守るための作り話。死としての責を問われ、わしは全ての信頼を失った。情けとして指南役のみ下ろされてな。ああ、休日を失わずに済んだと己を慰めたが、見てみろ、こんなものに何の価値がある。巴にも聞かせたのですか。わしが再び弓を教える意味を知ってほしかった。結局あやつにも裏切られたかな。お前お前、弟子全員裏切られてんじゃねえのかよ。博則の罪も償えず、巴の心も変えられず。言われるね。しかし日吉の民を救ったのは確かだ。最後にちょっとアメムチってやつ。これ新たな弟子と共にな。ツンデレってやつかな。新たな弟子いつの前から弟子だった。あ、ついてきてくれんや。巴の後も追う。必ず捕らえねば。承知しました。巴捕まえなあかんな。おじいちゃん終わったんかなこれ。おじいちゃんの章は弓と道と。おじいちゃん人望ねえなあいつ。どうなったん。回避の護符、守りの護符、なんかもらったね。半球の占領、半球って読むかもけど、半弓。よし、いや、とりあえず終わったな。おじいちゃんある程度終わったな。おじいちゃんも出てないよな。おじいちゃんも出てないな。じゃあ次回どうしよう。これかな？まさこちゃん全然やってないもんね。まさこちゃんぐらいか。あと残ってまさこちゃんと、ここに栄の、あいつ、ケンジ。ケンジもいるんですよね。あとこれは？あ、これ全くやってないやつや。すす、浪人はすすにいる。これ全くこれやってないな、そういや。この辺はもう終わらしているんで。うん。まあ、残ってんのはこんなもんなんかな、この街で。この街って、これ、だって上もあるしね、これね。まあ、何かしら次やります。はい。というわけで、パテモス協会でございました。ご視聴ありがとうございました。